なんか、いいことをした人が悪いことをしたとしても、その悪いことを見過ごすべきであるという考えを持つ人がたまにいるんですけど、僕、どういう根拠かわかんないですよね。例えば、その、なんか、おばあちゃんをなんかこう、じゃあ、横断歩道で助けてる人が、隣で人殺してました。やっぱ、おばあちゃんを助けたのは全然いいと思うよ。それは全然今後もやっていただいた方がいいんだけど、でも、人殺しちゃダメだよね。っていう話なんですよ。 なので、あの、ガーシーさんがジャニーズを暴いた結果、まあそれが BBC に繋がって、そう、ジャニーズ事務所が良くないよねってなったというのは、その部分に関しては、社会的な価値は僕もあると思います。ただ、脅迫しちゃダメだよね。 <laughs> い要はその、あの、いいこともやったけど、常習的脅迫をしました。で、これは刑法に触れるよね。それは良くないよね。って話なので、なので、悪いことと良い,いことを両方した人で、良い,いことは良い,いことで評価するべきだけど、悪いことの部分は、ちゃんとあの、裁判で裁かれて、有罪になって実刑判決だったら刑務所に行くべきだよね。って話なんですよ。な、なぜか、その、ガーシー好きの人って、その、なんか、成果を上げたんだから、 警報は無視しようぜっていう、その、プラマイゼロにしするんですよね。いやいや、プラマイゼロじゃないから。プラスはプラスで、マイナスはマイナスで、プラスの評価はするけど、マイナス部分は、ちゃんとあの、お勤めを過ごしましょうっていう話なんですよ。なので、なんかその、あの、足し引きするものじゃないんですよね。なんでそれを足し引きしようとするのか僕はわかんないんですけど。なので、なんかあの、単純、その、 い,いいことはいいことで、あの、ちゃんとその、この人がいた結果良かったこともあるよねっていうのを評価される部分はあっていると思うんですよ。でもなんか、悪いことは悪いことだよねって話なので、なので僕その、堀江さんがその、あの、犯罪者だから悪い人であるっていうのもあんまり好きじゃなくて、その、 堀江さんが確かに刑法に触れるようなことで有罪判決を受けて刑務所になりました。まあ、その判決自体もどうかと思うんだけど、まあ、少なくともその裁判というシステムで有罪判決を受けた以上は、その悪いことをしたという評価を受けるのは仕方ないと思います。でも、堀江さんがいることによって日本の IT が発展したというのも事実なんですよ。 なので、その日本の IT にあれだけ貢献した堀江さん、ただ、裁判で悪いことというのを認められることもやった。なので、プラスとマイナス、両方あるよねという人にすべきなんですけど、なんか悪いやつだから全部マイナスみたいなのは、なんか違うんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。はい